後を許さない。新たなマターボードが生まれた。あなたは多くを見るだろう。この後も、この先も、この前にも。だが、そこから目をそらしてはならない。事実へと通行し、解へと至る。それ、この場において、私は信じてほしいと、それしか言えない。ここに来ていろいろと気になる動きが出てきた感じだね。特に気になるのはあの壊れた武器。あれってあれだと思うんだけど、そもそもなんで壊れてるんだろう。おっと、ごめん、脱線脱線。シオンの目的はあの武器の破片を回収させることみたいだったね。しかもあの仮面をつけた人も同じ破片を探していたみたいだった。けど導きによってそれを阻止した。本来は凍土で眠ったままか、仮面の人に回収されていた破片の運命をあなたが回収する未来に書き換えた。それがどんな意味を持つのか、この時点でわかっているのはきっとシオンだけだったんだろうな。そういうことも前もって全部教えてくれればいいのに。で、教えると失敗するという未来を知っているからこそ言えない。そういうことなのかな。新たなマターボードが発生している。私と私たちは求めている。あなたが探し、あなたが得ることを、私と私たちは信じている。あなたがそれをなすことを。ここまで関連性がなさそうに見えたシオンの指示がつながってきたかな。あの壊れた武器の破片の回収、そのための指示だったんだね。フーリエってことリリーパ族の間を取り持ったのもこの時に破片を回収する道案内のため。となると竜族との交流もきっとこれに類する感じなんだよね。次の記録はと、ほら、アムドゥスキアでの記録だね。新たなマターボードが生まれた。いかなる困難があろうとも、あなたが見出したそのものはやがて必ず形となる。得るべき形となるだろう。故にあなたは惑わず揺るがずひたむきに進んでほしい。私は信じる。それこそが全てのものへの答えへ通じる道であると。
アムドゥスキアの破片も回収完了。指針があったとはいえ、3つの惑星を巡って回るなんて本当にお疲れ様。それに見合った意味もあるんだよね。あとは直すだけって感じだけど、それで目的達成なのかな。二代目ちゃんの様子も気になるんだよね。記憶喪失なのに明らかに武器の破片に反応したりしているしさ。二代目ちゃんを助けたのも、武器の破片を回収したのもシオンの導き。それに加えて二代目ちゃんの反応、これは見えたね。先が見えたよ。あの武器の破片が私の知ってるあれならきっとああなるね。新たなマターボードが生まれた。子は事実と真実の端境にありし者。私と私たちは信じる。あなたの成就と結末を。あなたはどうかあなたを信じてほしい。あなた。武器を渡して記憶が戻って万々歳じゃないの。それにあのウルクって子もダーカーの襲撃に巻き込まれて亡くなっちゃったみたいだし、それも含めて全部シオンの思惑。そうさせなきゃいけないような何かがあるってことなのかな。でもなあ、あれはまずいよ。いいことが起きる気配がないよ。誰が何をやらかしちゃうんだろう。事象は大いなる変化を見せた。それこそはあなたが成し遂げた一つの成就の形だ。たとえそれが望まぬ形であったとしても、あなたが抱く経験で世界はなる。それでもあなたは己の意志が向くままに進んでほしい。から40年以上前、私とギー君とリーちゃんはダークファルスエルダーと戦った。結果だけ見ればアークスの勝ちだよ。相当ボロボロにされちゃったけども、アークスは勝ったんだ。エルダーの力はとんでもなかったよ。あいつの力でナベリウスの地形が変わり、トードが生まれちゃったぐらいだからね。消滅させるのは不可能だった。だからエルダーを封印したんだ。ナベリウスの大地に縛りつけるように。その時に使ったのが創世記伯爵クラリッサ。あなたが直してくれたあの武器だよ。こうしてクラリッサを鍵としてエルダーは封印された。けど、みんなには撃破したと伝えた。そこにいろいろな思惑はあったけど、三英雄と祭り上げられた私たちもそれでいいと思ってた。これからも続くダーカーとの戦いで
その虚勢の事実が希望になるなら、優しい嘘も必要だって。いつか私たちがつないだ未来の先に、ダークファルスを完全に消滅させる手が見つかるって信じてたしね。でも数十年程度で封印が解除されちゃうなんて思ってもみなかったかな。しかもその封印解除はシオンの導きによって成就したと言っても過言じゃないわけ。エルダーを復活させる危険を冒してまで叶えたかったシオンの目的、願いって一体何なんだろう。次の記録も見てみないと。新たに生まれし流れは一つの支流、しかしそれは本流にまで及ぶ影響を抱く一つの事例である。そこにあるものを悲劇と呼ぶか解放と呼ぶかはあなた自身が決めることだろう。いかなる形で結末を迎えようと、それをあなたが経験するのならば、私はそれで構わない。あなたと椎名ちゃんが強制的に連れて行かれたあの場所、あれはアークスシップだったもの。ダーカーに破壊、侵食され、そのままダーカーの巣として利用されていた。それだけじゃなく、連れ去ったアークスの模倣体を運用する実験場として使われてもいるみたいだね。複製を能力とするのはダブルのはずだけど、ダブルの能力ならあんな大掛かりな設備は必要ない。あの場にいたエルダーの差し金、他のといえばアプレンティスも気になるね。今代の彼女がアフィン君がずっと探し求めていたお姉さんなのかな。ダークファルスのよりしろか。よりしろとなった素体の影響を受けつつも、尋常ならざる力を発揮するようになる。そして一度ダークファルスになったよりしろを元に戻せた記録はない。残念な話になっちゃうけど、椎名ちゃんにもアフィン君にもあまり幸せな結末が見出せないね。君を待っていたよ。何、用事があるのは私じゃない。私はただのメッセンジャーさ。先に行って準備をしておく。クーナという女の子から君宛ての伝言だ。デラ君も何か感じ取ったようで、いろいろと動き回っているようだし、私だけ蚊帳の外な感じさ。とはいえ、私はこの後起きることにも、その原因にも、さしたる興味はない。ただ、これから起きることはおそらく、君やクーナという子にとって、辛いことなのだろう。いや、君はお人よしだから、きっと彼女にとっての大きな問題なんだろうな。あまり驚かないでほしいね。そのぐらいは、考えなくても君の顔を見ていればわかる。だがそれでも乗り越えなければいけないと思ったから
彼女は奥に向かった。そして彼女を支えるために君も奥に向かう。ほら、やはり私の出る幕はない。知る必要も理由もない。むしろ失礼、話が長くなってしまった。女性を待たせる方がもっと失礼にあたるね。君は早く奥に向かうといい。私は多少なりとも知ってしまった者の責務として君と彼女の無事でも祈ることにするかな。Yep!
ララ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 ラ わかります。声がなくても私にはわかります。思えば私たちは兄弟みたいに育ってきたのに、喧嘩なんてことはしませんでしたね。あなたが喋れないというのが理由の一つですけども、こういうのはなんですが、仲は良かったのだと思います。嬉しい時も悲しい時も一緒で、お互いに足りない部分を補い合って、ずっとずっと まあ私はあんたなしでもこの通りしっかりやれるから、何も心配しなくていいよ。だから終わりにしよう、ハドレット。お姉ちゃんが終わりにしてあげる。始末屋らしく、誰にも気づかれないよう、穏やかに、安らかに、送ってあげるから。最後の最後は、びっくりするくらい大暴れしてみせなさい。観客は、私とこの人だけ。それでも、明るく、激しく、鮮烈に。記録は始末され、どこにも残されない。裏に生きる私たちだからこそ、見てくれた人の記憶に残るように。それが偶像ってものよ。私が目指し、あんたが支えてきたものの全てよ。あんたはこのクーナの弟なんだから、記憶に残してみせなさい。始末しきれないほどの記憶を。あなたの力を貸してください。我が名は六望金庫ゼロのクーナ。これより目標を始末します。よろしくお願いします。やっ、
何？何を伝えたいの？ハドレッド。もう一度、あなたを。やっと覚えた言葉が、それなの。バカ、バカだよ、あんたは。本当に、本当に。ああ、いいとのさ。一曲と言わず、いくらでも歌ってあげる。観客はあなた。それにハドレットの二人だけ。だけど、だけど、だからこそ。いい、ハドレット。きちんと聞いてなさい。寝ちゃダメよ。この歌は、この歌だけは、あなただけのために。ありがとう聞こえていますか。私の歌が、私のかけらが、まぶた伏せればすぐに会えるのに。いつだって誰よりも近くにいれたのにね。大好き届いていますか。私の声が、私の想いが、二度と触れないなんて、まるでそう。悪い夢嘘みたいで動けない。またここから、私のかけらが心すませば。